米の津駅は、鹿児島県泉市下沢町1964番地に、ある日刹オレンジ鉄道線の駅。駅番号は、OR15。鹿児島県最北端の駅。相対式2002の無人駅である。それぞれのホームは、若干ずれている。駅周辺に住宅が多く、近隣に出水市立泉商業高等学校もある。 ため平日の朝夕は当駅を利用する通勤・通学客が多い。そのため通学客輸送として朝7時台に熊野城駅発の当駅止まりの上り列車が1本、朝7時台と夕方16時台に当駅始発の下り列車の下り列車が各1本ずつ設定されている。普段は無人駅だが毎年3月の春分の日と翌日に 高尾の駅周辺で開催される高尾の中野市の開催時はホームが混雑し、当駅や区名機関で臨時列車が多数運行されるため、臨時列車の運行時間に合わせて臨時に駅係員が配置される。国鉄時代は木造の駅舎が立つ有人駅で駅の東側に貨物用側線とホームがあったほか、西側にも数本の小規模の貨物取扱用の 側線が敷かれており、隣の出水駅流置の貨車の入れ替えや、近隣の米の都港などへの貨物の積み下ろしを行っていた。そのため、出水駅の貨物取扱いの保管的な役割も果たしていた。しかし、1984年の出水駅貨物取扱い廃止と同時に当駅の貨物取扱いも廃止された。貨物取扱い廃止後は、 側線が一部を除いてすべて撤去されて、駅も完全無人化され、その後1985年に駅舎も取り壊された。貨物側線の跡地には灌漑用の用水路が設置され、その他に、ジョイフル出水店、コカ・コーラウエストベンディング九州販売部九州第二、地区出水営業所、丸大食品出水営業所、駐車場やサラチなどになっているか、 側線の一部が電力クイーンの訓練用の線路として残っている。かつては、米の津港から長島、伊か島、小浦島を経由して、志首島の御所浦港まで結んでいた鳩木線が運行されており、東駅は御所浦フェリーへのアクセス駅としても賑わっていた。しかし、黒の瀬戸大橋、伊東大橋などの開通によって、自動車でのアクセス化 格段に向上したことでフェリーは利用率が著しく悪化したため運行区間の短縮が行われ、東高宮の裏港長島井東高間は2008年5月18日の運行をもって運行が無期限休止され、2009年1月31日をもって正式に廃止されている。国道3号線上にあるが、駅から踏切を渡って迂回しなければならないため、どちらも 約500メートルほど離れている。JR 九州時代の駅舎ホーム開業当時の地名が由来。古くは、米の津と書かれていた。米の津の、米は、米、津は、港を表す言葉で、読んで字のごとく、米の積み出し子を意味する地名である。この地は、古くから稲作が盛んだった上に米の津川の河口に作られた集落だったため、港では、 米の出入りが多かったことから、米の津という地名が生まれ、駅名は、のを簡素化して、米の津になった。広報泉第6号より国土数値情報、国土交通省、2021年9月5日閲覧。ありがとうございます。